東北福祉大学、芹沢圭介美術工芸館は、宮城県仙台市宮城の九龍岡の東北福祉大学、仙台駅、東口キャンパス内に開設された美術館。国の重要無形文化財に指定された、染色技術である、片絵染めの技術保持者に認定された、芹沢圭介を検証し、その作品と民族資料コレクションを展示する。 静岡県静岡市出身の芹沢ス介は、染色工芸家としてだけでなく、世界の染め織物など民族資料のコレクターとしても知られていた。終戦後から晩年に至るまでにコレクションした資料は、約6000点に上ると言われる。また芹沢は、東北地方の風土と文化をこよなく愛し、1931年以来、たびたび東北を訪れ、定前寺通りや青葉通りなど、 仙台市内のほナ鳴子温泉などを巡っていた。1963年に、岡山県倉敷市の大原美術館に、芹沢館が開設され、1981年には、静岡市立、芹沢圭介美術館が開館し、西日本、中日本には、芹沢作品や民族資料コレクションが公開される場が整えられたが、北日本には、それがない状態であった。 美術工芸館初代館長を務めた長男の芹沢長介によると、病床にあった芹沢は、仙台にも陳列館を一つ作ってくれよと語り、東北における展示施設の開設を絶望していたと言う。この意思を受けた芹沢長介が残っていた作品とコレクションとを東北福祉大学に一括寄贈したことで、1989年に同大学国見キャンパスに、 美術工芸館が開館した。美術工芸館では、着物や帯、のれん、屏風、学園などのザ沢作品のほか、ザ沢が世界中から集めた染め織物、木工品、装飾品、土製品などのコレクションが展示されている。2019年1月に国見キャンパスから宮城野区の仙台駅、東口キャンパスへ移転した。ありがとうございます。